俺たちの助けを求めてる人がいるのはここか？って、家でかすごくお金持ちそうな人の家だね。はあ、金持ちそうじゃない、超金持ちじゃ。うわぁ、お前さんらが勇者じゃな。さあ、困っとるわしを助けるんじゃ。おじいさんが僕たちを呼んだんですか？そうじゃ。何に困ってるんだ？金持ちすぎて困っておるんじゃ、なんての。あははは、帰ろうぜ葵。そうだね。ああ、冗談じゃ、本当に困っとるんじゃ。それで僕たちは何をすればいいんですか？うん、勇者たちよ、わしと友達になるのじゃ。友達と、その前にこのじいさん助けなくていいんだねって思う人はチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれよな。それでどうして友達に？わしは腐るほど金を持っておるんじゃが、なぜか友達ができんのじゃ。だからわしと友達になってほしいのじゃ。葵、どうする？僕に聞かれても。もちろんただとは言わん。願いを聞いてくれたらこの100億円の家をやるのじゃ。100億円の家？マジかよ。この家があれば勇者の活動もはかどるじゃろう。つまりわしを助けることが世界の平和にもつながっておるということじゃ。すごいこじつけ。まあちょっと変わったじいさんだけど、友達がいないのはかわいそうだし、友達になってやるぜ。ちょっと待った。お前はこの前の。そう、僕は魔王の息子の馬王。この子はウ・マオ、マイクラ世界の征服を企んでいるちょっとおバカな魔王の息子だ。ここに何しに来たんだ、ウ・マオ。だからウ・マオじゃないってば。生意気なやつらめ、今日は世界征服の拠点としてその家をもらいに来たんだ。ということでジジイ、僕が友達になってやる。さすがに悪魔と友達になんて。どうしようかな。悩んでる。よし、決めたのじゃ。お前たちのどちらがわしの友達にふさわしいか対決するのじゃ。わしをより楽しませた方にこの家をやるのじゃ。急に対決になった。よっしゃ、やってやるぜ。俺が勝ってお前の世界征服を阻止してやる。勝負だ、馬王。望むところだ。今回も大変なことになりそうだ。はあ、最初の対決は何にしようかの。そうじゃ、少し腹が減っとることだし、勝負はわしに美味しい肉を食べさせろ対決じゃ。意外と平和な対決。うまい肉でわしの舌をうならせた方が勝ちじゃ。わかった、肉を持ってくればいいんだな。グッグッグッ、それぐらい僕なら朝飯前だ。楽しみにしてるのじゃ。よーい、スタートなのじゃ。おい、トコタン、早速肉を取りに行くぜ。我がしもべたち、勇者たちを邪魔するのだ。いえ、ウスケルトン。あはは、お先に失礼。うまー、ずるいぞ。くそ、早く肉を取ってこないといけないのに。どこだ、何か強い武器作れないか。ヘイオマチロボ TNT エディション、 TNT をいっぱい作ってくれるロボだよ。ヘイオマチ、ヘイオマチ、ヘイオマチ。すごい、ナイス。どこだ、よし、肉を取りに行くぞ。さて、肉はどこだ。いたいた、あいつの肉を手に入れれば僕の勝利は間違いなしだ。さて、どっちが先に現れるかの。あははおい、勇者はまだ来てないよな。おお、お前さんが一番乗りじゃ。さあ、どんな肉料理を食べさせてくれるんじゃ。クックック、人間にはもったいないぐらい最高の肉を用意したぞ。さあ、この腐った肉でほっぺたを落とすがいい。腐った肉なんて食えるか。なんで僕の大好物なのに。そっか、お前悪魔だもんな。勇者たちもう帰ってきたのか。じいさん、俺たちも持ってきたぜ。じゃあ、焼きたての羊のステーキだ。羊の肉？しかも焼いたやつなんて。いいかヒロ、肉ってのはな、腐り始めて3日ぐらい経ったのが一番食べ頃で。食べるまでもない、勇者の勝ちじゃ。人間と悪魔の味覚って全然違うみたいだね。ふう、ごちそうさまなのじゃ。あ、この腐った肉はいらん。まあ、わざと負けてやったんだ。ハンデってやつだ、ハンデ。ふう、スケルトンまで呼んだのに。ま、それは、まあ、あれあれあれなのだ。で、次はどんな対決なんだ。はい、最後まで僕の話を聞け。今のところ完全にヒロのペースだね。第2回戦は抱っこ対決じゃ。最近足腰が弱くての、いつでも抱っこしてくれる体力自慢と友達になりたいんじゃ。ということで、わしを抱っこして家の周りを何周できるか対決じゃ。それ友達にやらせることじゃないと思いますけど。体力勝負なら自信あるぜ。馬を降参するなら今のうちだぞ。こっちのセリフだ。じゃあ俺から行くぜ。目指すは50周だ。ひろたん
思ったよりめちゃくちゃ重いぞ。どうした、スピードが落ちてきたぞ。さっさと走らんか。じいさん、友達になるなら言わせてもらうけどさ、ちょっとダイエットした方がいいんじゃねえか。2キロあるんだ。失礼な。最後に測った時の体重はたった39キロじゃ。絶対もっとあると思うけど。最後に測ったのっていつだよ。20年くらい前かの。めっちゃ昔じゃねえか。ヒロ、大丈夫？足がガクガクで立ってるのがやっとだぜ。たった45周でバテるとは、勇者のくせに情けないな。45周するのはかなりすごいんだけどね。普通は無理だもん。そういうお前はできんのかよ。あのじいさん思ったより重いぞ。多分80キロ。39キロと言ったじゃろ。では僕の力を見せてやろう。ほう、空を飛んだ。僕は空を飛べる。これなら50周どころか100周だって200周だって可能だ。おい、空を飛ぶのはズルだぞ。だって対決内容は抱っこして家の周りを何周できるかだぞ。じいさんがそう言ってたもん。まあそうだけど。じいさん、ありなのかよ。わしは楽ができれば構わんからセーフじゃ。もう無理。記録は46周じゃ。ということで第2回戦はウ・マオの勝ちじゃ。どうだヒロ、僕の勝ちだ。負けは認めるけどよ、一周差だし、空を飛んだのに俺と同じくらい疲れてねえか。抱っこした腕が限界なんだ。あのじじい絶対100キロある。一勝一敗じゃから次で勝った方が友達なのじゃ。最後の対決はわしの宝探し対決じゃ。じいさんの宝探し。先月わしの大事な宝物がなくなってしまっての、この敷地内のどこかにあるはずなんじゃが。よっしゃ、わかった。先にじいさんの宝を見つけた方がこの家をもらえるんだな。で、じじいの宝ってなんだ。それは教えられんな。なんでだよ。わしの大事なものが何かピタリと当てるぐらいわしを理解してくれるやつこそ友達にふさわしいのじゃ。ということでわしの宝探し開始なのじゃ。めちゃくちゃなルールだ。じいさんの宝か。葵、なんだと思う？お金持ちのおじいさんだから高級な何かとか。なるほど。よし、こっちは人数が多いから手分けして探そうぜ。わかった。とことん了解。お、テレビの裏に金があったぞ。これじゃねえか。いただき。あ、うまお。じじい、なくした宝はこれか。違う、そんなもの腐るほど持っとる。おじいさん、宝物ってこのエメラルドですか。違う、そんなもの道の小石と変わらん。宝石なのに。あ、どこだ。お、黄色いの。宝物を見つけてくれたのか。改造してた。改造？何を改造してたの。これ。それはさっきの平洋町ロボ。どう改造したの。今度は近づくと何でも吹き飛ばせるようにした。そんな機能作ってどうするの。とこたん、もう早くお宝を探すよ。はい。ねえじいさん。あ、疲れた。じいさんのなくした宝はこれだろう。こんなでかいものなくすか。このアメジスト。違う、家の前にいた猫。それはただの野良猫じゃ。じじい、この草。お前は腐った肉好きじゃの。そして、もう全然見つかんねえ。一体宝って何なんだ。本当にここにあるのか。絶対にあるはずじゃ。頼む、あれがなかったらわしは。あれ、そういえばトコタンは。寝てる。トコタン起きて。この本は。あおたん。あおたん顔真っ赤か。そんなことないよ。それよりトコタン、この本ってベッドの下にあった。なるほど。うわー、それじゃあ。これなの。すげえ、よくわかったな葵。金持ちジジイの宝物が本だと。そんなバカな。ということで勝負は勇者の勝ち。100億円の家は勇者に与えるのじゃ。明日には明け渡すからの。ということでちょっと読書タイムしてくるのじゃ。あれ、一体何の本だったんだ。教えません。なんだよ、教えてくれよ。また勇者たちに負けるなんて。くそ、このままでは家が手に入らない。それにバーヤにまた怒られる。よし、こうなったらお前たちを倒して力ずくで家を手に入れてやる。どりゃー。平野町。こうして僕たちはウ・マオとの対決に勝ち、100億円の家を手に入れ、無事元の世界へ帰ることができたのであった。イエーイ。